皆さんこんにちは。現代のもののけ姫ことまこです。今回は、私の麻痺してる足のことについて、お伝えしていこうと思います。以前形成については動画で説明してると思うんですけども、より詳しくじゃあどんな感じなのかっていうのをこう実際に、見せれる部分は見せて説明していきたいと思います。では、私の麻痺部分、改めてですけど、へそから下になりますね。へそがこの辺なんですけど、へそから下が麻痺をしている、麻痺をしているっていう言い方はしてるんですけど、麻痺をしてるから動かせないっていうわけではありません。麻痺してるっていう言い方をしてる人でも、自分で少し動かせる人もいるし、触った感覚はわかるけど動かせない、冷たい、熱い、痛いがわかるけど動かせないとか、いろんなパターンがあります。で、私の場合は触られた感覚もなければ、痛みも、熱さ、冷たさ、温度感覚もありません。で、よく私の動画を見てる人で、いや足動いてるやんっていう方がいるんですけど、それは形成なので、自分の意思でそういう風に動かせることは全くできません。だから、例えば今こうやってした時にすごい足の指がさ、常にっていうか、私の指、足の指が常にこう、親指がね、普通多分こういう感じなんだけど、常にこうピーンとなってんの。ピーンと、すごい肌カサカサじゃない？大丈夫？ピーンとなってる。これもなんていうの、形成っていうか、なんか筋緊張っていうか、なんかそんな感じ。これはこうだんだんこう寝るにつながって、ほらちょっと足映ってる。寝るに寝っ転がりついて、足がウィン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 ってなって、ウィンって、いやー、ここの今曲がったのも足が自分でやったわけじゃなくて、これは形成とかっていうよりは、こう縮んでた筋肉が伸びて、なんていうの、こうゴムみたいな感じになって、なんかミヨーンってなってるだけなんだけど、縮んでた腸腰筋が寝ることによって縮んだまま寝ちゃうから引っ張られるわけだ、足がね。そう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 、だから膝が曲がってる。で、じゃあつってこう、あ、こう、なんかこっちにいや曲がった時、あ、この膝の曲がりも自分でやってるわけじゃなくて、これも自然となるやつ。だから自分の意思で足を動かせることは全くできません。勝手に足さんが暴れます。で、お腹も今めちゃくちゃ形成がずっと入ってるんだけど、だからカッチカチなの。カッチカチ、腹筋にずっと鉄板が入ってるような感じでいます。軽装の人とか、あと麻痺の人とかって、お腹に力を入れれないから、すごいポッコリお腹になっちゃうんだよね。みんなそれが恥ずかしいとか嫌だとかってなってるんだけど、やっぱりどうしても腹筋が効きづらいから、内臓がムニュンって出ちゃって、お腹が出ちゃったりするけど、私の場合はこういう風に腹筋に形成が入ってるおかげで、出ないってことはないけど、なんか普通ある程度の人たちよりはお腹がほっこり出づらい。ただでも出るっちゃ出る。出てる。なんだろう、こう出るの出方っていうよりは、マジでなんていうの、なんていうの、これ。いや、これは姿勢が悪い人は下っ腹出ちゃうんだよ。これは健常者だろうが関係ない。本当にこんな感じで出ちゃう。結局猫背だしね。猫背なっちゃうし。今はさ、やっぱ骨盤こう立てたら、なんていうの、バランスを取ってられないっていうのもあるけど、本当になんか、だから出ちゃうから、なんかみんなね、こう恥ずかしい、嫌だなって思いはやっぱあるかな、麻痺してる人で。そのさっき言った痛みとか、暑さがわからないっていうのがあって、なんかここがね、やけどしたの。なんで、なんかパンイチでさ、朝さ、冷凍のドリアをチンしてさ、温かい皿を置いちゃったのね。そう、チンしてでも全然分かんなかったから、後でから
皿をどけたら、わあ水ぶくれめっちゃできてんなみたいな感じでやけどしてる。だからそれもわかんない、全然痛くも痒くもないんだけど、でもそういうのに気をつけなきゃいけない。それこそ汗とかもかかないので肌カッサカサ、今やばいです。で、寝起き、朝の寝起きとかはもうすごい暴れ、もっとこう、もっとこう足がバタ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 するんだけど、ちょっと今は起きないかな。今は起きません。でもやっぱ体曲がってるな。え？体曲がってる。そう、体もね、私左の方の形勢がすごい強くて、ちょっと万歳して。左の腹筋が、手の位置が全然違う、指先。だからここがこう曲がってるんだ、お前から見て左側に。そうだから左のここがね、常にこうギュッとなってるの。右は伸びやすいんだけど、左がすごい形勢が強くて、こうギュッと、常にギュッと緊張が高まってる状態だから、なんていうの、縮こまってる状態だから、こんな感じなんだよ、極端に言えば。だから異常とかも結構大変、腹筋の形勢のせいでお尻が上げれないとかってあるのがあるから、ちょっと大変なんです。だからケアしないといけないよな。そうだね。そう、だからうつ伏せになる時とかも大変なんだよ。そう、うつ伏せの方法はね、私ができることは、こう、うつ伏せは片方の膝を折って、膝曲がってる。え？膝曲がってる。ああ、いや。こうして、次。これでストレッチもなるしね。そう、腸腰筋をね、伸ばして感じで、私はね、四つん這いも一応できるんだよね、久しぶりにやるけど。あ、危ない。なってる？あ、来た。うん、来た。こう、四つん這いも一応私はできます。ただ、あ、何？右足の形勢入ってる、少し。あ、はい、うつ伏せに戻ってください。あ、はい、こんな感じで、そう、だからなんか着替え動画はまだちょっと配信してないけど、こんな感じで靴下とかはね、私は前傾になって履く、まあ折ってこうやって履く人とかもいるけど、私はなんか前屈した方がいいから、体柔らかい方がやっぱり得です。邪魔なんですよね、そういう時は。
座ってこうやってできるのも股関節硬い人はやっぱできないらしくて、やっぱ体を柔らかくするところから始まりますですね。で、形勢だから自分で形勢がすごいくて悩んでますっていう人とかいるんですけど、まあ私もそうだし、ただ形勢をうまく使うっていうことも大切です。まあ、使える形勢かどうかっていうのは正直ありますが、なので私の場合、そのピーンって足伸びるピーンっていう形勢を使うとしたら、こう床に降りるときにこうやって足ピーンって足ピーンってこうなんかこの辺とか叩くとこうやってビーンってなってくるから、ただこう降りるときにズリ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 ってこう足を前に出して降りていくっていうのをやります。自分の形勢がどんな風に出るのかっていうのを理解した上で、使える形勢として使ったりします。まあ、こんな感じでどうか捕まるところがあれば、今形勢が入りました。今形勢が入って膝がピーンってなってます。これピーンってなってるの。あ、でもこっち左足、あ、右足か、右足はもうこれ形勢落ちちゃった状態だから、ブランブランブラン、形勢が入らなくては本当だからこういうブランブランな状態になる。でも、もう一回こうちょっと持ち上げるとまた膝で形勢が入るからとかっていう風にこう使える形勢、どんな風に使えるかっていうのをこう自分で分かるとこうちょっと楽かなと。なんでこうトイレの時とか形勢入れてこうちょっと何分か経ってたりする時もあります。そう、だからこんな感じで、形勢もまあやっぱ本当にひどい形勢とかはあるから、そういう場合はね、薬とか飲み薬とかあるけど、こんな風に使える形勢っていうのもあるので、自分でどうしたら出るのかっていうのをしっかり見極めて、どういう場合に使えるのかっていうのも研究するのは大変だと思います。まあなんで私形勢本当に強い分、みんなから結構な人から足痩せしないねって言われるので、普通だよね見た目。まあ一般的にいそうな細さでいられてるのはこの形勢があるからっていうのも一つの要因ではあります。車椅子に座ったらお腹出てる？まあ出てますお腹出てる。腰出てます。出てる。これ引っ込むのかな、筋トレしたら引っ込むと思う。結局姿勢なんでね、下っ腹って。だよね、姿勢が重要なんで。そうだから、あと足の筋肉が使えない分基礎代謝量が下がっちゃうんだよね、おそらく。そうだから、本当に車椅子の人たちってマジでデブになっちゃう人が本当にいて、健康面とか本当糖尿病とか生活習慣病とかなる人めちゃくちゃいるからこそ、運動っていうのは本当に大切です。まあ形勢もだから一種の運動だからね、だよね。まあ健常者も障害者も関係なくね、そうだね、運動の大切さは分かっていただきたいです。まあ形勢とか関係なく街で腕がどんどん発達してきて、どうですか？大したことないです。なんか前より来たと思わない、ここノーコメントですね、はい、どっちつかず、どっちつかず、どっちつかずの太さ、どっちつかずの太さ。こんな感じで、麻痺っていうのはまあ動かせる人も自力で動かせる人もいるけど、動かせない人もいるし、まあ、触った感覚とか温度感覚とか痛覚とかある人もいればいない人もいる。だから一概に車椅子に乗ってるから歩けないっていうわけではないし、立てるけど歩けないとか、歩けるけどやっぱり長時間歩けないとか、本当にいろんな人がいます。車椅子の人が歩いてるのを見て、おい歩けてるのに車椅子だよっていうのはなんか違うかなと個人的には思うので、そういうのも知っていただけたらなと思います。
ではこんな感じで、この動画が役に立ったなと思っていただけたら、ぜひいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。